皆さんこんにちは、水おじさんです。今日はですね、いよいよ正式に発表されたアップルイベント発表予想まとめということで、詳細をお話ししていきます。今回はちょっとどんどんいきます。一つ目、イベントの日程詳細ですね。まず日本時間、これもちょっと忘れないようにしてほしいのと、二つ目、おそらく iPad とか Apple Pencil がありそう。この右のイメージを見ていただいても、ペンシル回してますし、ペンシルが使えるものは今 Apple 製品では iPad しかないので、まず iPad と Apple Pencil はあるだろうというところ。そして三つ目、じゃあ更新される iPad ってどれなのよ、気になりますよね。エアプロミニ標準たくさんありますので、どれなんだっていうところと、4つ目で、その他ね、毎年春だと iPhone のね新色発表されてたんですけど、今年ありそうか。そして毎回聞かれるので SE4 の話も一応しておきます。ということで、ぜひ皆さんのね理想の iPad とか、こんな iPad だったらいいとか、とにかく iPad への思いをコメントいただければと思います。またこのチャンネルでは iPad 活用術として、できること40選プラス1、とにかく iPad でできることをどんどん紹介しています。これ見てみると、あ、 iPadってこんなことできるんだ、ならやってみようっていうものがたくさん入っていますので、 iPad 今動画しか見ていないとか、そういった方にぜひおすすめの動画になりますので、今のうちにチャンネル登録をしておいてください。それでは早速行ってみましょう。はい、ということで、まずはですね、イベントの詳細ですね。これ右側にティム・クックさんのツイートなんですけれども、もうこれ明らかにですね、iPad で Apple Pencil なんですよ。まあそれを感じさせるのが一つと、日程としては一つ目、2024年5月7日7時から開催。これは現地時間です。なので日本時間だと5月7日の23時。日本人にとってはまあまあありがたい時間。皆さんおそらくちょっと寝る前の自由時間かなといったところ。なのでこれ皆さんで見ましょう。一応2時間予定になってました。なので23時から最長1時までとなっています。そして2つ目、ティム氏も投稿しているようにペンシルに注目の模様。まあこれは明らかにペンシルなんでしょうね。ペンでいろいろやっていますので、こういったことがいろいろできるよというところをイメージしているんだと思います。なので3つ目ということは、 iPad 更新はほぼ確実かというところで期待されています。じゃあどの iPad なのかというのを紹介していきますが、まずは1つ目がこちら。もう長いこと言われていますが、次期 iPad Air が発表かということで、これね、画像は現行 iPad Air ですけれども、エアーを今2つ、小さいのと大きいのをちょっと拡大してみましたが、これどういうことかというと、1つ目、現行と同じ 10.9 インチに加え 12.9 インチ、今の iPad Pro のような大きいものもエアーとして発表されるのではないかと言われています。なので2つ目、 iPad Pro と同じ2モデル構成となる、同じ戦略となるんじゃないかと。何が違うかというと、3つ目、 12.9 インチの方は現行の iPad Pro 12.9 インチと同じミニ LED ディスプレイとなる想定ということで、今のね iPad Pro って11インチと 12.9 インチあるんですけれども、実は 12.9 インチの方がいいディスプレイ使ってるんですね。それがミニ LED ディスプレイなんですけれども、 Air の方もそうなるんじゃないかという話が結構急に上がってきました。まあこれは期待してもいいんですが、ただこれで値段上がるならミニ LED にしなくてもいいんじゃないかなという気は私はしています。まあ綺麗に越したことはないんですが、値段が上がるのであればというところはちょっと気になります。で4つ目、処理チップとしては M2 なんじゃないかと話があります。これね、 M3 に時代的にはしてもいいんだけれども、やっぱりプロとの差別化で、エアの場合は M2、 そしてプロの方はまあ M3 になるんですが、その話はまた後でします。で5つ目で、価格自体は 10.9 インチ、こちらは今まで通りの据え置き想定、599ドルではないかと。いつもの小さい方ですね。今まで価格は維持してきているので、おそらく599ドルのままではないかなと。まあ日本円にするとね、これもね9万円ぐらいにはなってしまうんですが、このね為替レートの状況にもよるので、どのくらいになるか、まあとりあえず海外では据え置きじゃないかと言われております。ただしこちらの大きい方は、もしミニ LED とかにもなるんだったら、ディスプレイも大きいですし、バッテリーとか何もかも大きいので、かなり高くなる可能性がちょっと出てきましたね。想定だと200ドルくらいかなという気はするんですが、そうすると現行の iPad Pro が12万円くらいで売られているので、まあ12万円くらいしてしまうかも。ただし最低ストレージがちょっとここには書かなかったんですが、64ギガじゃなく 128GB になるかもしれないですよね。それだったらまあありかなという気はします。 64GB で今10万円以上払えるかと言われるとちょっと厳しくなりますよね。そして6つ目で発売日、これはね5月10日金曜日なんじゃないかという話が濃厚ではありますが、これどうしてかっていうと、大概 Apple って月曜か火曜に発表して、その週の金曜日に発売するんですね。なので大体 Air はそうなるんじゃないかと。まあプロもちょっとその話するんですけれども、 Air についてはこうなりそうだというところ。なのでもう発売は近いですね。ゴールデンウィーク、お金使わないで取っておいた方がいいかもしれません。
ません。で、もう一つが、こちら、次期 iPad Pro の方も発表ではないかと。まあ、これもね、長く言われております。で、この画像自体は現行の iPad Pro にはなるんですが、どうなりそうかというところでは一つ目、より本体が薄く、より細いベゼル。これ黒縁ですね。周りの縁のことです。黒い縁のところが細くなる。ということで、さらにディスプレイは有機 EL に。これミニ LED ディスプレイ、先ほど 12.9 インチだけはそうだと言ったんですが、もう11インチも 12.9 インチもどちらも有機 EL ディスプレイになるんじゃないかと言われています。そうなると iPad 初の有機 EL ですね。今 iPhone は iPhone SE シリーズ以外は全て有機 EL なんですね。なのであれだけ綺麗なんですが、これだけ大きい画面で有機 EL となると、写真なんかはかなり鮮明になるんじゃないですかね。ここはね、写真好きにとってはかなり期待していいと思います。そして二つ目、ディスプレイサイズも若干拡大ということで、先ほど11インチと 12.9 インチと言っていましたが、ベゼルがね、細くなることによって、黒縁が細くなることによって、ディスプレイがちょっとね、大きくなって、11インチは 11.1 インチに、12.9 インチは13インチに、まあこれ若干のアップですね。見た感じはね、そこまでわからず、多分そんなに大画面になったということも押しては来ないと思うんですが、ベゼルを細くすることによって、単純に大きくなるのではないかと、そんな話もあります。そして三つ目、処理チップは、プロの方は M3 ですね。 M2 より一つ上の世代のもの、要は処理能力が上のもの、さらにマグセーフ対応の噂、これもねあるんですが、まあどうなるかといったところ、そこまで信憑性が高くないというか、 iPhone のイメージでのマグセーフではないような気がします。あるとしてもですね、例えばスタンド型のものに置いたら充電される、そういった可能性はありますが、 iPhone のように背中に丸いものを置いて充電という感じだと逆に使いづらいんじゃないかなという気はするんですね。なのでスタンドタイプとかそういったことならあり得るかもしれないです。そして4つ目、この価格の方はですね、現行より数百ドル値上げ想定ということで、プロの方はちょっと値上げするのではないかと言われています。これはまあ Mac とかの戦略と同じで、 Air とか標準モデルとかはまあそれなりの値段にするけど、プロはねちょっと本当のプロ仕様にするために若干値上げしたりしますといったところなのかなという気はします。今回は確かにディスプレイも上がるし、 M3 だし、有機 EL だとしたら値段上がっても仕方がないのかなという気はします。で、現行799ドル、これ11インチの最低値段なんですが、999ドルスタートになるんじゃないかなと。だいたい200ドル値上げの可能性がちょっとありそうです。まあこれどうなるかわかんないですよ、わかんないですけれども、一応そんな噂があります。まあちょっとね、値上げ歓迎は別にしないですけれども、その分の性能、要はこんな薄くて持ち運べる端末で有機 EL で M3 ってちょっと夢はありますよね。これはこれで楽しみにしたい、すごいワクワクします。で、5つ目で発売日なんですけれども、先ほど Air はね5月10日と言いましたが、もしかしたらプロの方は5月10日より遅いんじゃないかという話があります。これはそもそもですね、 Apple はこの Air とプロの発表っていうのを3月末か4月末にしたかったんじゃないかなというところから読むと、どうやら iPad のね、有機 EL の生産、これがなかなかうまくいかなかったのではないかという話もあるので、プロとエア同時にはならないのではないかという話がありますね。なのでエアが先かプロが先か、ちょっとねどっちか前後するかもしれませんが、同時発売はないかもという感じですね。私の予想では確かにプロの方が遅れそうな気はします。皆さんはどうでしょうか。そして iPad に付随したもので、こちらですね、次期 iPad Pro のアクセサリーということで、これはね前回にも少し紹介しているのでさらっといきますけれども、一つ目、 iPad Pro 用のみ、 Air とかは対応せずですね、プロのみマジックキーボードが刷新されて、次期 iPad Pro と同時発表の噂あり。これは前からありますよね。で、それがどうなりそうかというと、2つ目、アルミニウムで作られていて、まるで MacBook のようなデザイン、そして大型のトラックパッド搭載ということで、これはまさにもう MacBook のようになるんじゃないかというところですね。今ってケースも込みなのでこんな形になっているのですが、どうしても iPad が斜めに配置されて、キーボードがどうしてもちょっとねこの奥の方使えずこの辺にあるんですよね。なのでトラックパッド小さいんですけれども、もしかしたらもっとこの辺にスタンド型っぽくなって Mac のようになって、キーボードがもうちょっと上に来て、トラックパッドも大きくなるという可能性はありますよね。ここはねちょっと楽しみです。ただしこのマジックキーボードはおそらくめちゃくちゃ高いです。今でも4万円以上するので、数万円になるんじゃないですかね。本当に MacBook 買った方がいいんじゃないっていう価格になりそうではありますが、 iPad とね Mac はまた違いますので、まあ価格はさておき、どうなるかは期待していきましょう。そして3つ目、 Apple Pencil 第3世代、これもねおそらく発表されると思います。先ほどのねティムさんのツイートを見ても、ペンシルが表に出ているので発表されるでしょうと。ただどうなるかっていうのはちょっとまだまだ全然は
わからなくて、まずは Apple Vision Pro に対応するんじゃないかというのが1点。空中に書くってことですね。これはちょっと面白そう。そして握るというアクション、これが追加の可能性あると。これはですね、結構はっきりと見つかっていて、ベータ版の OS からね、握るアクションがちょっと発見されているので、まあおそらく追加されるんじゃないかなと。握るで何ができるかはまだわかんないですけれども、ギュッとねペンを握ったらメニューが出てくるとか、パレットが出てくるとか、そういったものが追加される可能性はあります。こちらも楽しみ。そしてそれ以外、 iPad 以外でこちらですね、その他 iPhone 15 の新色とか SE4 っていうのはあるのかどうか、ここねちょっと皆さん気になると思うのでお話ししていくと、まず一つ目、一番ありそうなんだけどというところでは iPhone、 これね15ですね。今回は春に新色追加が近年の恒例のため期待されているが、ないとの噂が濃厚です。これちょっとねどうなのかなという気はするんですが、確かに Apple ってだんだん恒例になってくるとやめるっていうのがあるので、 iPhone 12、13、14と春に追加されてきたので、まあ3回やったので今年はやめとこうみたいなところは Apple としてはありそうな話です。まあちょっとわかんないですけどね。あともう一つ理由としては、次の iPhone までね半年以上ある時にいつも発表してるんですが、今年は5月ということで iPhone 16 もね迫っている中で新色出すかなというところの思いも込められて、こういう噂になってるのかなという気はします。もちろん出る可能性もあります。ここは楽しみにしつつ、期待もちょっとね抑えつつでいきましょう。そして二つ目、これもよく聞かれるんですが、 iPad mini 7とか iPhone SE4、 これはね発表はない想定です。じゃあこの二つって期待してるんだけどいつ頃なのよというのが3つ目、 iPad mini 7自体は2024年年内には発表されるんだろうけれども、まあ秋から年末想定ですね。なので今ではないと。そして iPhone SE4 の方はそもそも今年でもなく2025年想定ですと。 SE4の方はよく言っていますが、ミニ7の方はね、まあこれはこうだろうなという気はします。今回 Air も Pro も発表されるなら、ミニまで発表されたらちょっと混乱してしまいますし、皆さんそんなにお金ないですよねと、いくら Apple ファンといえどというところですね。まあこれはさすがにずらすと思います。 iPhone 16 の頃か標準モデルと一緒に発表するんじゃないかという気はしますね。で、じゃあ iPad もう一つ、標準モデルについてはいつになりそうかというところが4つ目、 iPhone 16 がまあ9月っていうところを考えると、 iPad標準モデルの第11世代、これもその頃なんじゃないかなという気がします。まあミニ7と合わせるなら秋から年末頃ですかね。その頃に11世代が発表されて、おそらく今販売されているホームボタンの第9世代、これは販売終了になる想定です。そうすると第10世代、第9世代が同時にね、もしかしたら販売終了になって第11世代だけになるんじゃないかなと。もう完全に iPad は4種類、これに整理していく可能性が高いです。実際どうなっていくんでしょうね。今回のイベントね、かなり楽しみです。はい、ということで本日はアップルイベント発表予想まとめでした。で、1つ目、何にせよですね、本当に久しぶりなので楽しみにしています。皆さんもそうじゃないですかね。特に iPad っていうのは2023年は全く一つも更新されなかったので1年以上待ちましたというところで、どんなものが出てくるか楽しみです。そして2つ目、 iPad はどれが更新されても嬉しいということで、まあなんかこれ喜びだけのコメントになってますが、まあとにかくね、先ほど言った通り久しぶりなので楽しみにしています。で、3つ目、私が期待しているのは Air の 12.9 ですね。これはもう全く新しい存在というところでかなり楽しみにしているのと、もう一つ挙げるならやっぱりプロの有機 EL ディスプレイ化ですね。あれだけ大型で有機 EL になるというところはすごく楽しみです。写真を見るにも、細かく見るにも、鮮やかさを見るにも、綺麗に越したことはないので、その辺はプロに期待しています。皆さんはどうでしょうか。ぜひね、最初にも言いましたが、皆さんの理想の iPad とか、これが出てほしいとか、これ出ないんかいとか、いろんなコメントいただければと思います。今日も皆さん一人1コメお願いいたします。またこのチャンネルでは iPad 活用術、できること40選プラス1として iPad でできることを次々と紹介しています。本当にですね、たくさんのことができますので、iPad ってこんなことできるんだというところ見つかると思いますので、今 YouTube しか見ていないという方は iPad の使い方を発見するためにチャンネル登録だけは今のうちにしておいてください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。